ますか。すいません、あの投げ方は出てます。私が強く押したこの方がこれですね。いやこれおじさんですよ。これを出してくれる、まあ、いいのがさ、岡田君はフォームを覚えてる、フォームを覚えてる、なおさは年俸を覚えてる、あいつ年俸高かったんだよ、覚えててさ、おもろい、これが一番面白い。いやこれですね、広島に入った時にさあ、この子を見て広島に入った時に B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は急須の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。野球を愛するおじさんたちが野球クイズに挑戦する日本放送昭和っ子ナイタースペシャル、伊集院光の集まれ野球おじさん。さあ、野球が大好きな芸能人を集めてですね、みんなで中年のおじさんがキャッキャするところを楽しんでもらっている、この集まる野球おじさんなんですけれども、はい、もう皆さん疲労困憊のご様子ですけど、2時間10分後になりますので、はい、レギュラー番組となりまして紹介してもらっていいですか。松田岡田の岡田君、はいはい、宮崎志郎君、はい、ビビる大木君、田尾康さん、松本秀夫アナウンサーが、東京有楽町は日本放送に大集合で、私が司会、そしてアシスタントは日本放送の天山アナウンサーで生放送しております、はい、さて、それではですね、田尾さん、はい、田尾さんね、前回出場していただいた時に俺らと違ってただの野球おじさんじゃなくて、はい、選手であり監督ですね。ですよね、当然ね、分かんない問題もあるわけですよ、はいはい、で田尾さんがおっしゃってたのは、選手っていうのはね、同じポジションを競ってるような相手ならまだし、うん、それほど他のポジションの選手には興味がないものなんですよ、はい、あ、なるほど、なんておっしゃってた現場の声、でそこでこんな問題です。1976年中日ドラゴンズに入団した田尾選手はプロ1年目の8月から外野の定位置をつかみます。ではこの年外野での出場試合数が田尾さんよりも多かった選手全部で5人、お答えください。なお途中出場でも外野の守備についていれば1試合とみなします。これはもうサラッサラです。要するに自分がねルーキーで入った時にすごい先輩いるな、でこの人たちを追い落としていこうと思ったわけですから、はいはい、すぐに言えるはずです。それは当然。僕は言うんですか。もちろんね。もちろん田尾さんやっぱ一人いつかで、まず一人ね、はい。これはまず井上弘明さん。
井上博明さん、難しいところ出しました。井上博明さん、前年度、はい、打率2位です。はいはいはい、はい、山本浩二さんが首位打者で、はいはい、2位が井上博明さん。井上博明さんは晩年ね、日ハムに来てるんですよ。代打の切り札で、感謝みたいな顔してるんですけど。すっごい迫力が多かった。あの時代多いです。あの時代多いです。5人ぐらいいました。ちょっとひげでどっしりしてるんだけど、はいはい、本当に大事なところでは狙うぞ。狙い詰まってヒットを打つ方で、はいはい、井上博明さんは、結構こう難しい。この5人中4番目です。だからまあ代打で出てちょっとだけ外野に入るとか、そういうケースも多かった。でこれは太郎さんは新人で入った少年としてはどう見えた？井上さんみたいな。井上さんね、どちらかというと嫌われもんでね。キャッチボールをあまり相手がいなかったんですよ。それで僕いつも相手して、キャッチボールを井上さんとよくやりまして、彼らは正面です。通過速度は20キロ以下。こうやって話してると全然悪くないですよ。でもやっぱり太郎さんバット間違えませんでしたよ、ね。井上さんのバットを借りてね、それは貸してくださいって言ったんですか。言いました。借りて後楽園球場でね、はいはい、持っていくの忘れたんですけどね。バット？僕の自分のバット忘れたんです。あれですか、はい、ルーキーの頃でお借りして、はい、バット追って帰ってきました。でも俺らもルーキーの頃また怒られますから。ルーキーの頃に、はい、大楽屋とかで、はいはい、あの浮いてる人いましたよ。言わなくていいですよ。はい、あのそういう方結構多いんですよ。はい、あの舞台上であんまり喋らない。レッツゴー調査したんだ。舞台上でそんな喋らなくても楽屋入ってきてよう喋んねん。舞台で歌しか歌えないから。こんなの楽屋来たらボケるボケる。怒られるわ。すいません。つぶやきも一応あの中日ファンは一応もう頭につけてるわけですから。松本潤じゃあ一人いいですか。いける？外野ですよ、外野。76年よ。いけ。大島さん？正解。大島さんはこの年はもうサードもやってる。まあね、サードのイメージ。途中から例えば外野入ってたり、そうです、外野と兼ねたりしてるんです。我々世代サードとファーストのイメージやけど、あ、外野も外野もやってるし、あの代打がすごかったですね、大島さんは。代打のイメージですかね。あれ、大島さんは嫌われてません。やめろ。やめろ。大島さんね、あのちょっとやんちゃ坊主って感じ。あんまいいこと言わない。あの大島さんは気をつけて振らないと天の弱なんで、あの絡みづらかったでもなんか本当に野球の好きな人っていう感じですよね。日本ハムもね、当然もう監督やな、そうや、日ハムも教えてほしいって言って何でもこう一生懸命話してくれるので、これねすごいのは、全部で5人いるうちの、4番目5番目が井上さん、大島さん、あんまり難しいとか、もうあと3人もう僕は本当出てますよ。あ、僕は分かんないからもう言ってました。言っちゃいます。いや、どうしましょうか。いや、じゃあなんとなくの人いる。あのほら、この頃は歌とかが出てるから、割とその歌の、はい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 、打順の歌が出てるから、その古いバージョンの中には出てきます。一番谷木恭平選手が、91。この方は必ず、はい、あの一番最初の東京遠征の時に、はい、あの外野手何人か連れて食事に連れて行ってくれる。面倒見のいい、面倒見のいい、ね、初めて見に来てる。実はね、これちょっともしかしたら古いオールドファンのリスナーの人には、はいはい、きっかけになってる可能性もあるんですけど、はい、一人は外国人選手、ここ調査なんです。マジ？なぜかバントやり、ジャボーズあと1人勝ったんですよ。
噂によると、チーム負けても猛打賞の時は笑って帰る。どうかリーチ笑ってたんですか？タオさんなんて笑いを頑張ってるんですか？僕は噂ではですよ、噂では。タオさん興奮してるの、コンセントどちらじゃない？いや、それはその逆回りですよ。これはもうね。そう。じゃあ、すみません。矢沢さん？そうですね。矢沢さんか。本当のイメージ。タオさん、これ、僕、資料しか見てないんですけど、はい、なぜか、マーチンのファーストで、外野と入れ替わってるの、なんですか？